農民城は、海の国駒郡穴山にかつてあった、日本の城である。所在する韮崎市、穴山町は、中世には、穴山号が所在し、南北朝時代には、海守後、武田氏の一族である、穴山義武が同地を本願地とし、穴山政を称した。穴山氏は後に本拠を、河内地方へ移し、海における有力国衆となる。 農美城の南方約1 8キロメートルに位置する中田町中城には新府城が所在し、紅葉軍艦によれば、天正9年に武田勝頼が新城の築城特注移転を起とした際に、穴山信君は穴山号の一部を新城したという。このため、穴山号は穴山町から中田町、中城一帯の地域を含んでいると考えられている。農美城は市場として、 現正9年に、武田氏により築かれた。独立した城というよりも、農美城を含めた防衛ラインの中の主要な防類と言った方がふさわしい。新婦城の外郭防衛ラインとなる農美城防類は、東西幅約 2km の七里岩台地を複雑に、屈曲しながら横断している。最大限横屋をかけられるよう配慮された構造であり、多数の防類を有する。能美城あとは、 平成16年度に小規模な発掘調査が行われているが、追記時期の移行検出には至らなかった。能未城は、天正10年3月の武田氏滅亡、同年6月2日の本能寺の変を経て、空白地帯となった会、品野の武田医療をめぐり発生した、天正神後の乱に際して、徳川氏によって築城された城郭である、可能性が考えられている。 本能寺の変の,の際に、徳川家康は上方にいたが、6月中に帰へ先方衆を派遣し、家康自身は7月3日に浜松を立ち、7月9日には甲府へ至った。会では、相模国の北条氏直と交戦するが、家忠日記によれば、堺中時期下の部隊は8月6日に新府へ交代し、若見子に着陣した御宝城法と一里の距離を置き維持した。 翌8月7日にはご法上勢が神父に迫り、中時期下の部隊も神父山へ前進したため双方の距離は半利に、縮んだと記している。8日には家康が府中より神父へ移動し、10日には神父城へ本人を移動している。家忠日記では神父城と神父山を区別して記しており、この神父山が農民城の所在する穴山の小山を指していると、 考えられている。山梨県の地名、P622、山梨県の地名、P622、山下隆中世海の国における上閣の歴史的立地、戦国大名武田氏平山、P223。ありがとうございます。